田中忠夫は、岡山県出身の教育者。1898年4月13日岡山県小田郡旧小田町に生まれた。岡山県立屋影中学卒。1918年7月第3高等学校卒。1923年3月東京帝国大学経済学部卒。1923年4月松山高等商業。 学校教授。1930年から1932年ドイツ、留学。1934年10月松山高等、商業学校第3代校長に就任。1944年3月松山高等、商業学校が松山経済専門学校へ名称変更することに伴い、松山経済専門学校校長就任。 1947年2月占領政策の教員的格条項に触れー高校長辞任。1948年から民間会社経営。1951年4月追放から解除され、松山昇華大学教授。1953年4月愛校中学校校長就任。1956年愛校高等学校校長就任。 1958年3月、松山商華大学退職。1978年3月愛工学園退職。1978年5月、愛工学園名誉校長。愛工学園の校訓とも言える、我らの心情を、愛工学園第1回目の入試1日目1953年2月21日夜半から、冷え込んでいた松山に降った大雪を眺めつつ、 その感動の中で一気に書き上げたことは有名。ありがとうございます。